いや、ものすごいグダグダしたわ最初。いやちょっとすごい使えないと思うわこういうの。いやいや、その何に向けてラジオしてるんですか。もうね、明らかに今日なんてね、もうマスコミ、はい、新聞各紙狙ってますよやっぱり。そうでしょう。やっぱ結婚発表して、うん、その次の日の生放送、やっぱ大泉洋何言うんだと、うん、リスナーにどういう報告するんだっていう時にね、はいはいはい、河野くんがもう僕のコメントにかぶったかと思うとばっかりですよ。で、何を意識してんですか。いやいや、今日そういう大事な日なんですって。今日はね、いつも通りやってくださいよ。いやいや、今日はもう全部僕のコメント全部やっぱりどこで使われるかわからないですからね。新聞一面でしょやっぱり、大泉をこう言ったみたいなね。今日はもうそういうことで、もう本当大事な日なんでね、コメントとか気をつけて言ってきますよ今日は。本当ですか。多少だから社会とか切ってきますよ。いや、いつもやんないでしょそんなこと。やんないことやったらバレる、バレるんですって。社会を風刺しながら語ったみたいなこと言ってきますから今日。意味わかんないでしょ、社会風刺しながら自分の結婚語るって、うん、お願いしますよ。そうですか、はい。今週、そうかそうか、今週はまさかこう結婚の後の放送になると思ってないから、テーマも子供だなと思うときにひどいテーマを設けてしまいました。いや、今の挨拶聞いて本当に思いましたよ。僕が子供だなと思うときってこともないでしょ。こんな大人の行動を取ってんのにね。子供だなと思うときということでございますけども、はい、皆さんね、ご視聴生放送でございます。私、はい、東京から放送しておりますけども、小倉さん札幌から放送しております。はい、まあ、本当にちょうど昨日ですか、5月の、はい、2日にね、札幌の方で婚姻届出させていただきまして、はい、それで今日の生放送ということでございますね。まあ本当にお相手はテレビ局のね、はい、プロデューサーの方で、うん、ございまして、昨年の春ぐらいのドラマですかね、私が引きこもりの役をやりました、ロスタイムライフっていうドラマ、はい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 、まあ、その後それが終わった後からですね、まあ、ちょっとお付き合いが始まりまして、まあ結婚するかというようなことに相なった次第でございましてね、はい、まあそうですね、もう本当に、まあ、本当にもう、まあ、最近なんですね、まあ結婚というものを意識し始めたのはですね。ですから、まあぶっちゃけ言いますと、その、まあ、今回僕がお芝居作りました、下原兄弟のスプリングハズカムっていうね、はい、舞台作りました。それタイトル決めたのが夏ぐらいでしたから、はい、まあ、正直結婚とかそういうものを全く意識してなかったんですね。うん、単純に、まあ公演が春だからと、はい、いうことでスプリングハズカムというタイトルをつけたわけでございます。まあ、儚くもその、なんて言いましょうかね、まあ、図らずもその、公演が終わったところでちょうど発表という形になってしまったものですから、うん、なんとなくその皆さんからはですね、おめえのことかよというふうに思われると非常に心が痛い。私は別にその自分が結婚するからということでこういうお芝居作ったわけでもないですし、いやない、私の経験というものがあのお芝居にこう入ってるとかそういうことでもないということを改めてこう言いたいですね。それで一番恥ずかしかった。なるほど、確かに、確かにそう思われがちかもしれないですね。